心躍るところ半田カーズギフの小島里です。今日は N ワゴンに新登場したグレードスタイルプラスビターについて紹介していきます。特別仕様の N ワゴン気になりますね。それでは行きましょう。レッツゴー。どうですか、今までの親しみやすさはもちろん専用のカラーリングや加色で特別感を感じますね。レトロでシックなスタイルで大人っぽい雰囲気を感じます。まず目につくのがこのミラーですね。専用カラーでかっこいいですね。あとドアハンドルと窓下のモール、あとリアのこのモール、クロームメッキ加色を採用していてかっこいいですね。極めつけはこのグレーとブラックのフルホイールキャップ、ノーマルグレードにはなかったこの存在感が放たれていますね。中はこんな感じです。今回インテリアの特別装備がすごいんですよ。ノーマルのアイボリーの感じと違ってカスタムに近いようなチャコール基調になっていますね。ちなみにチャコールって日本語で木炭って意味だそうですよ。この落ち着いた雰囲気の中にこのメタルスモークのインパネとドアパネルが高級感をプラスしてくれていますね。シートはプライススムースとトリコットのコンビシートになっています。上質な雰囲気に包まれての運転は最高ですよね。この特別使用車は LED ライトを標準装備しています。なので夜暗い道などでも安心して運転できますね。ドアロックをかけると自動でミラーが閉まるオートリトラミラー、鍵が閉まるとミラーが自動で閉まるんです。一目で見て鍵がかかっているか分かるので本当に便利でおすすめな機能です。今回は新しく登場した N ワゴンを紹介しました。いかがでしたでしょうか。参考になった、良かったと思ってくださった方はいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。私のやる気にすっごくつながります。それでは心躍る Vlog 小島里がお届けしました。